柱への作例。鳥行き長が。柱とは、江戸時代に描かれた浮世絵の様式の一つ。柱に飾るため、極めて細長い画面に描いた浮世絵を指す。版画、肉筆、浮世絵ともに見られる。柱隠し、柱掛けとも言われる。直接柱、または壁に貼り付けるか、簡単な軸層にして掛け、時代を下ると、次第に、校舎の方が多くなったようだ。 また、ついたてや屏風、うふすま、障子うに点混ぜられることもあり、現在でもその痕跡が残る遺品もある。そのため害して保存状態が悪く、認形師の作品でも、減損数は少ない。この柱への極端に縦に細長い画面に見事に構図を収めた点は、外国人を驚かせた。課題は、美人画が多いが、他に、役者へ、山水風景へ。 古事説話を題材にしたものや演技物等がある。美人画の場合、縦長の構図を活かした立ち姿のものが多く、中には湯上がり姿や強風で白いすねをあらわにした危ない的な作品も含まれる。画面が異様に縦長という制約を特殊な画題や画面構成の工夫によって乗り越えようとしたため、かえって面白みのある作品となることも多かった。 川間常根正の肉質が十六人図などはその良い例と言える。この図は十六人の様々な階層の人々を十六、中に見立てて描いたもので、その頭部のみを縦長の画面にびっしりと配置して、奇怪な趣きを持つユーモラスな作品である。奥村正信による発案と言われ、発生は西絵として制作されたのは元文末頃と推定される。 肉筆浮世絵においても、ほぼ同じ頃から少しずつ描かれるようになったと思われる。一口に柱絵といっても、時期によって大きさなどに微妙な変化が見られる。正信時代の柱絵は、だいたい縦69から7 5トル横1 7トル前後、または25から2 6トルである。横幅が2種類あるのは、横5 0トルの竹長、 法書を横に二つ切りにするか、三つ切りにするかの違いによる。現在の浮世絵用語では、どちらも幅広柱へと呼び、さらに前者をかかり物へとして区別することがあるが、当時からこの二種を区別する故障があったか不明である。正信の時代を第一次ブームだとすると、第二次は鈴木春信や磯田子、竜一とらが活躍した法歴から明和年間頃である。 サイズも、宝歴以降4つ切りにしたため縦69から7 0トル横12から1 3トルと全体に小さくなり、より縦長な画面に変化する。春信版画総目録によると、春信の,の柱絵は、ベニズリ絵、錦絵を合わせて140点を超え、春信の,の創作品数843点のうち、約17%を占める。この割合の大小は判別しがたいが、 春信仏以前を意図したと思われる作品には、しばしば春信の,の柱絵が、画中画として描き込まれ、柱絵は、春信作品を象徴する形式と認識されていた、ことが伺える。第3次のブームは、鳥居清永の活躍期で、柱絵が清永全作品に占める割合は、約20%ほどである。しかし、清永画の形式変化を眺めると、次第に柱絵の制作から、 大盤に死刑の続きものに重心が移っていくのが見て取れる。この流れが、新潮後も続き、肉筆はすでに明和の頃には衰退していたが、版画も文化頃まで終わりを迎える。柱井衰退の理由としては、この大番族への一般化の他に、人物病法の変化などが考えられる。ありがとうございます。